はい、こんばんは。スタジオスリバーサイドへようこそ。本日ご紹介するのは特別な一夜でございます。こちら、オベーション社アダマスです。まずは音を聞いてください。私が小学校5年生の頃ですね、新聞かな、世界初カーボングラファイトで出てきた、ギターということで、驚きました。まずこのルックスとね、そのあまりに合理的にそのギターが作られていることに驚きました。でその話がしたくて、当時まあ私の師匠のレイ・アルフォンス師匠が、フジテレビの横から引っ越した後かな、市ヶ谷の方に、住んでおりまして、そこ行ってね、いやこんなすごいギターがあるんだよって言ったら、ん？これのことかってこう出てきたんです。で、当時多分まあ一般的な販売価格は数百万円したんですね。で今プレミアついてもっと高いんですけど、値段云々ではなくて、そのあまりに合理的にできている。そしてギターというのはどうしても温度変化に弱いんですよね。でこのギターの場合温度変化に強い、そしてハウリングにも強い。ハウリングっていうのはこう鳴ってしまうことで、ね、今は私鳴らないようにこうミュートしてるんですが、その合理的なことにすごく感動しました。でただ幼心にね、小学生ね、これは私の師匠が弾かないなと思ったんです。でそれから、何十年、40年ぐらいか時が経て、オベーションを使わせてくれないかって話をしたら、譜面をね100曲書いたら使わせてあげてもいいよって言われてまあ100曲書いたんです。で熱海に行きまして、100曲書いたからオベーション使わせてって言った。もう譜面をバーンってやって、こんなものは譜面じゃないと、お前は一体何をやってたんだって言われて、ものの5分で追い返されました、熱海から。でも帰りに切なくてね、多分彼は分かったんですよ。ただ書いただけだなって。所詮ギター、所詮ものなんです、所詮ものなんです。心はありますけどものなんです。ただそのギターが弾きたいがためにただ譜面を書いただけ、そこには何も学んでいない、そのことがバレちゃったんですね。でその後逆に無心になりまして、自分のために、自分が学ぶためにいろいろ勉強しました。そして特に何でしょうね、言われたのはどうせね、私の師匠アルフォンス師匠が死んだらお前のものになるんだからっていう話を聞いた時、あ、そうか、これをねお葬式の費用に充てようみたいな話になったんですよ。それから約2年近くかな経って、ある日、事務所に泊まっていて目が覚めたら、キッチンの方からねギターの音が聞こえたんです。あれいつもの音と違うなと思ったら、そのオベーションでして、アツシこれ持っていくかって言われたんですよ。不思議な気分でしたね。欲しい欲しい、弾きたい弾きたいって思ってるんじゃなくて、無心になって自分で学ぼうと思った時にこれを弾かしてもいいなって多分思ってくださったんですね。なので40年越しです。はい、特別思い入れがあります。40年間も思い焦がれたギターなんですよ。
私という人間は短期で、こんな笑顔ですけどね、短期ですぐに欲しいものが手に入らないとイライラするのに40年間待ってたんです。なので本当に大切です。大切にするっていうことは、引かないで飾っておくのではなくて、とにかく引いてあげる、そして音を出してあげる、磨いてあげる、どっか調子が悪いとこないかなっていうのをいつもチェックしてあげる、そして、なかなかこのギターを弾きこなすっていうのは正直難しいです。私が知ってる限りまともに弾けてるのはアルディメアラとジョン・マフラクリの2名ですね。後の方は残念ながら、それはその方なりに弾いてらっしゃるんだと思うんですが、私はジョン・マフラクリンとアルディメアラが一番このギターを弾きこなしてると思います。このギターじゃないと出せない音を出してると思います。なので私もそうありたいと願っています。私の場合ですと、このギターを使ってガットギターの音のようなね、こういうというね、こういった響きのものを出したいと強く願っていて、40年間待てたんですよ。自分という人間はこんなにも一つのものをね、待っていられるんだなというふうに思いました。いろんな意味で自信がつきました。恋と愛とは違うっていうじゃないですか。僕は最初このギターに恋をしてたんです。でも今このギターを愛してます。はい、恋と愛とは違うんです。恋ってたくさんするものですけど、愛って、なかなかないもので、自分が覚悟を決めると相手も覚悟を決める。僕もこのギターを大切に弾いていく覚悟ができたんで、このギターをやっといい音で鳴ってくれるようになったんですね。ある意味その安住の地というか、僕はこのギターを手放すつもりはありませんし、僕がふさわしくないとね、プレイヤーとして師匠に返せと言われたら、それはもう自分の未熟さを恥じて、慎んでお返しいたしますが、今はね弾いてていいよっていうふうにおっしゃられてるんで、40年間っていう月日は長いです。やっぱりすごく重みがあります。自分という人間は40年間も大切なものに対して、ね、待てるんだという、そういう一つの自信がつきました。で、40年経って実際手にしてみたんですけど、びっくりするぐらい、おかしなギターでした弾きにくいですし、ネックも反っててね、これ直しようがないんですけど、やっぱり、もともとクラシックのギタリストなので、順沿いというね、こう逆への字になっているものでも弾けちゃうんですね。なのでこのギターを弾くことができました。で、こうグイグイグイってやったりね、本当に黒沢楽器の担当の方と相談していろいろアドバイスをもらってね、張る弦、そして、いろんな部分の管理、そういう部分を本当に相談しました。このギター自体、世界に数本しかないので、楽器屋さんとしてもやっぱりすごく勉強されたんですよね。本当にありがとうございますね。なので、一緒に成長していくというかね、楽器屋さんと一緒に、そしてプレイヤーとしても成長していく、そういうギターだと思います。何本も何本もそのギターを所有するというのも一つの趣味なんですが、私たちはこれで生きていかなければいけないので、プロフェッショナルなんでね、そう何本も何本もギターの面倒は見れないんです。女性に例えるならね、何人も何人もおめかけさんを持っていたらやっぱり愛情は分散するじゃないですか。なので何かのギターにお金をかけるんだったら、このギターの弦を変えてあげる、そのことが一番このギターさんが喜ぶことだと思うんですよ。私はそのように考えてます。いろいろね、あれも欲しいこれも欲しいってギタリストだから思うんですけど、でもやっぱり自分にとっての大切な時代っていうのは特別なものです。今回ご紹介したのはね、オベーション社アダマスプロトタイプです。プロトタイプだゆえに各部古
不具合はあるんですが、それも含めての愛ですね。これはもう、もうここなんかへこんじゃってるんですけどね、これこういうのを修復していくのもこれからの僕の役目だと思います。大切に大切に使っていきたいと思います。でも とてもとても大事にしてます。抱っこして寝たいぐらいですね。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ギターさんニコニコくる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 。慣れてきたんでね、ここのあの、滑り止めも外しました。こう構え方によってね、こう抱えるとうまく抱えられるようにとても大切にしてきます。